パクパクと大きく口を動かすカラスを作ります。まず折り紙を裏返し半分に折ります。折り筋をつけ、広げ、90度回します。また半分に折ります。折り筋をつけ、広げます。手前の端を中央に折ります。向こう側の端を中央に折ります。右の端を中央に折ります。左の端を中央に折ります。一旦右を開いて真ん中を押さえ、この角を向こう側に広げます。中をこのように折ります。この角も同様に手前にこのように開き、中をしっかりと折り、そしてこの右側の部分、中に倒します。このように前後に角を広げます。左側も同様に一回開いて真ん中を押さえ、この角を向こう側に出し、中を折ります。そしてこの手前の角もこのように手前に広げ、中を折って、そしてこの左側部分このように倒して、前後に角を出します。この前後にある角、このように斜めに折って横に出します。一旦横にこのように出しておきます。こちらもこの根元の部分、しっかりと折って横に出します。この角もしっかり折って横に出します。ここまで来たら一旦広げます。広げて裏返し、このように石型に置きます。ここに中に細長いひし形の折り筋をつけていきます。この部分からこのように折ります。この折り筋とこの折り筋が合うように、この折り筋とこの折り筋が合うように、このようにしてここに折り筋をつけます。このような折り筋をつけます。反対側も同様に
このように折ります。この折り筋とこの折り筋、この折り筋とこの折り筋が重なるようにして、ここに折り筋、こういう V の形の折り筋をつけます。向こう側も同様に、このように重ねます。この折り筋とこの折り筋が重なるように、この折り筋とこの折り筋が重なるように。そしてここに折り筋をつけます。このような折り筋をつけます。左側も同様に、この折り筋とこの折り筋とこの折り筋、この折り筋とこの折り筋が重なるように折り、ここに折り筋、このような細長いひし形の折り筋を作ります。折り筋ができたら、先ほどのように、こちらひっくり返して、先ほど作った折り目を使って、このように全体を閉じていきます。そしてこの折り筋のところ、このように折ります。このように折ります。そしてこの中央の部分、このように谷折りします。この部分しっかりとこのように折ります。こうすることで、この部分を中にこのように閉じると、くちばしが閉じるようになります。あとはこの部分空いてしまっているので、この斜めのところを少し山折りします。こちら側もこの部分山折りします。こうすることで、くちばし全体がしっかり閉じるようになります。あとはお好みで、このように目などを貼れば、カラスの完成です。この羽の部分の後ろ側を持って、このように閉じれば、くちばしがパクパクと動きます。ぜひ作ってみてください。カー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 。